あごめんねお料理もお風呂掃除もさせちゃってえなんか疲れてないって全然疲れてないよ食器洗いぐらい私するからね したことじゃないからいやでもうんえっと花山さんから今日残業頼まれたんだけど。 とてつもなく量が多くてそうだから最近遅いんだここ最近っていうかうんほぼ毎日残業変わってるかな 私の仕事じゃないんだけどいつも用事があるって言って変わってほしいって言われるから断れなくって「えあいつ男と出かけてたぞ」って。 そうなんだ私も早くお家借りたかったなあ、いいよそんなこと言ったら 私、会社入れなくなっちゃうただでさえ動きもとろいし仕事も遅いからこういうことでしか役に立てないの。 そうだよ。職場では、そうやって言われてる。で、でも、本当だと思う。合ってるから、言い返せないし。だって、 あなたには言いたくなかったもんこんなこと恥ずかしくて言えないよでも花山さん あなたのこと気に入ってるっぽいし <laughs> 私たちが付き合ってること職場に公表したらもっと居場所なくなっちゃうよ あなたのことは好きだけどそれでいじめられるのはもっとやだでもあなたとは絶対離れたくないし本当本当にそう思ってくれてる 自分に自信がないからあなたの隣にいていいか毎日すごい不安私じゃ不釣り合いじゃないかなって思って花山さんみたいにキラキラして お化粧も綺麗にしてて、スタイルも良くて、ああいう人なら、ああいう風になれたら、きっと私もあなたと釣り合うのになって、思って。 ありがとうこんなメンヘラと一緒にいてくれてもうこんな自分が嫌になる前向きに生きたいのにそう思えば思うほど。 前向きになれないの無理する必要はないでもあなたはきつくないのこんな私と付き合ってて 今なら遅くないよ。私みたいな女、とっとと忘れてしまえば。うっ。ご、ごめんなさい。 怒られるって知らずに軽々しいこと言っちゃった「お前は別れたいの?」って別れたくない嫌だあなたと別れたらもう私生きる意味 失っちゃう《職場でも俺が守ってやるから?》